ラケットの間違えない選び方。はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いいたします。まあ、今回こうラケット、例えばデザインとかなんとなくこう選んだけども合わなかったってお話ね、聞きます。まあ、特にこうテニスの専門店さんとかだと別なんですけども、まあ、量販店さんでこうテニスの知識のない方とかで、まあ、初心者です、中級者です、久しぶりにテニスしますとか言った形でですね、こう聞いてこれでって言われて、だいたいそういう方ってそう言い方が多いんですけど、まあ、買ったんだけど、まあ、私が悪いんだけどねっていう感じでこう使ってるけど、ちょっとなとか、あとこうね、他のラケットと打ち比べた時、なんかこっちの方がこうなんだけどどうなんですかねって言ったですね、お話をいただきますので、まあ、失敗しないラケット選びですね、お話ししていきたいと思います。ちょっとでも話の内容よろしければ、こういうボタンとチャンネル登録、コメント欄にね、ご質問ご要望と、ございましたらよろしくお願いします。できる限りのことは、お答えさせていただきたいと思いますので、お願いいたします。はい、で今回そのラケット、どのラケットがいいかってね、そういうのラケットのこのインプレッションは他でお話しさせてあげて差し上げさせていただいてますので、まあ、今回はラケットですね。まあ、今回はちょっと、はい、一本借りてきましたけども、このラケットがどういう風な手に気をつけていけばいいかっていうのをちょっとお伝えできればと思います。まずこうラケットなんですけど、この軽すぎるラケット、例えば軽すぎるってどういうのでいうと、まあ、200、僕の中では270g 以下は軽すぎると、まあ、ジュニアの小さい子とかね、まだ身長が足りない子が大人ラケット使おうとした時は、僕は別にその軽いラケットでもいいと思うんですけれども、もうある程度もうラケットを引きずらない状態であれば、ジュニアの子でも270よりは重いの使った方がいいと思いますし、まあ、一般の大人に関してはもう間違いなく、軽すぎるラケットは避けておいた方がいいと思います。どうしてもやっぱこう力でね、始められない、こう打とうとするじゃないですか。で、軽すぎるラケットって何が問題かというと、頭が重くなるんですね。頭が重くなってしまうから、どうしてもストロークとかをこう打てなくなる。もともとラケットの構造がちゃんと大きく振れるようにはなってないので、遅いスイングだったらいいですよ。もう本当にこうふわーんとしたらこれだけで帰りますけど、ちゃんと振っていこうと思うと絶対ヘッドでこう加速していかないとダメなので、軽すぎると、はい、あとこう強いボール打った時打ち負けてしまいますから、結果手首とか肘の負担につながってしまいますので、軽すぎるラケットっていうのは下げていくといいと思います。だから 280g 以上ですね、僕個人的にはおすすめです。でその次、まあ、軽すぎるといえば次重すぎるですね。で、まあ、よくあるのは、まあ、例えばフェデラースペックのラケットを使ってるね、おじさんとか、まあ、いらっしゃいますよね。まあ、まあ、学生の子とかは筋力があると思う、まあ、要はこうちゃんと振り抜けてないけども重いから、まあ重いはね、極論軽すぎるか重すぎるかだったら重い方がいいんですよ。打ち負けないから、ね、軽くでこう変に振り回すよりか、ただやっぱ重すぎるとやっぱこっからボールをこうね潰していけなくなってしまいますので、そういう観点からするとちょっと重すぎるのも微妙かな。で、僕の中で重すぎるのはね、305以上かな。で、まあ、アスリートレベルの方とは別ですよ。本当にがっつり試合で出てとか、ね、ストリングパッパパンパン切れるような方であれば、まあこう、ね、重くてもいいと思うんですが、やっぱりこうある程度だから 305g 以下ぐらいがいいんじゃないですかね、僕の中では。っていう、あんまりこう重すぎるのを使っていると全体的な、ね、スイングがこう、ね、速くなっていかないので、そうするとこうアグレッシブなプレーができなくなるので、僕は重すぎるのも避けた方がいいと思います。まあレンジ的には280から305の間、普通の方は使っていかれると、良いと思います。で、今度その次で、結構ねなんか重りつけたがる人いるんですけど、重りってそもそもラケット自体の性能を発揮するバランスがあるので、素人でこうつけてしまうと、例えばよくあるのがね、ちょっとヘッドバシがここにつけるとかね、でここをつけちゃうとね、ヘッドが返っちゃうからラケットがしなる前に当たっていくことがあったりするんですね。もちろんある程度それが分かってて、かなり上級者であれば別なんですけども、僕レベルの一般プレイヤーの人間はあまり変にいじらない方がいいですね。まあ、これちょっと
選手のこのラケット拝借してるの、まあ、こういった形で、でもこれここだけついてると思いきや実は結構カスタマイズ、されたりするんで、まあ、本当にそうやって変えたい場合はきちっとした専門店のこのそういうこうカスタムのこのバランスね調整がこう優れた人にこうお願いして貼ってもらうのがいいと思いますね。これ結構大事ですね。たまにいるんですけどね、上でつけて、いやだからこんなん売ってるんかと思いながら、だから言える人と言えない人がいるじゃないですか。それが自信持ってやられてたら、まあ別にそれでもね好きでやってる分にはいいんだけどと思うんだけど、やっぱりラケットのパフォーマンスを十分発揮するには、まあ我々レベルではいきなり重りをつけるっていう選択肢はない方がいいんじゃないかなと思います。で、その次、これ結構あるんですね。グリップ、グリップの元巻きを外す人がいるんですよ。で、元巻き外すのはいいんだけども、やっぱりこう木が直接ね、こう、まあ、1個巻いてるとしても当たるじゃないですか。そうすると手のひらの衝撃って実は半端ないんですね。ラケット振ってて ね、ここの骨折った人とかもいるぐらいですから、ここのねクッション結構大事なので、あんまり元巻きを外すのは良くないと思う。そうしたら元巻きの薄いやつを巻くとか、そもそもグリップで握って指1本2本1本以上2本以上か開くぐらいが理想なので、そんなギュッてねどんなよっぽど手小さい人はいないと思いますから、まあ、ここら辺ねグリップは、ね、外さない方がいいです。腕にも負担かかりますし、衝撃ね打っていくときにやっぱここから加速したいのにここでグッてくっついちゃうからスイングが小さくなっちゃう。強いボール打てたとしても伸びのあるボールは打てなくなってしまいますね。グリップはねできるだけ元巻きは、あと元巻きをもう何年もつけてる人はだん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 ゴムがもうやつれてきてますから、できるだけ新しい元巻きだけ変えることができますかね、変えた方が良いと思います。手が痛かったり肘が痛かったりね、手首痛かったりとか、いつものプレーしててなりやすい人、ちょっとね元巻きだけでも注意してみてれば、どうかなと思います。はい、ということでね次行きましょうか。次は、ラケットのフェース面が小さすぎる人、まあ、結構いるんですね。僕世代とか、まあまあまあ、僕もおじさんなんですけど43なんで、まあ95とか、まあ、97まではいいと思うんで、97、98、100とかとはそんな変わらないですけど、93とか、もう85とか、そんなも最近はあんまないですけど、今の時代の流れとして、まあ、97で小さいぐらいで、まあ、95でもまあギリギリかなってなるので、まあだから95は本当に、アスリートレベルぐらいの方と、ね、試合とか出てて自分に合ってるって思う方いいと思うんですけど、それじゃない人は、まあ、95はまあ置いておいて95未満、95よりも下の、ラケットは、まあ、あんまないですけどね最近使っていくのはちょっとどうかなと思います。はい、しっかり強く打てなくなるんですが、ましてや週1週2のプレイヤーの方でそれをしてると、まあなかなかパフォーマンスも上がらないし、まあまあそもそももう趣味でやって適当にっていう感じだったらいいと思うんですけど、ちょっとでも上達を目指したりね、試合でいいプレーを増やしたいと思ったら、まあ、小さくすぎるは良くないかなと思います。結構ね初心者とか久しぶりにテニス始めるからって持ってきためっちゃちっちゃいフェースとかね、このラケットそんなまだあったんですかみたいなのを使っていってもね、いくとこう、まあ、ラケット自体も劣化してるし、もういろんな意味を込めて、まあ、小さすぎるのは良くないと思います。僕は97、98、100ここら辺ですね使用していただきたいです。で逆に今度は大きすぎるラケットありますよね、めっちゃでっかいやつびっくりするぐらい、あれそのままこうやって打ち合いにしたらめっちゃ風くるんじゃないかってぐらいね。だから100、僕の中で大きすぎるっていうのは、まあ、107以上は大きすぎだと思います。そもそも真ん中に当たった感じが分からなくなってしまいますんで、であればやっぱりこう、そうですね、105とか103とか、でも100で十分だと思うんですよ。100で自分の、スロートの形状があったやつ、自分の好みのこのボックスなりラウンドなりいろんなこのね細工はしてあると思うんで、のを選んでいったらいいんじゃないか。大きすぎるとね、あとさ、さっきの軽すぎるのもそう、ラケットのそうです、こう上に来るですね、バランスが。だからもう本当にだからこう思ったらバランスポイント、普通これがまあちょっとトップライトですけど、こうなるのがもうこんななっちゃう。このラケットって
間違いなくテニスの技術の妨げなさが、みんなストロークしてみんなこんな感じになっちゃうんですね。卓球打ちみたいなので、まあ僕はそうですね、大きすぎるラケットってまああんまり使わない。ガットとかの組み合わせでやっぱり100とかでもね、割とこう軽めのラケットも出てますから、280とか85とか、そういうのに合わせていった方がね、逆にパフォーマンス上がると思います。はい。で、次行きましょう。次は、はい。自分のその使ってるラケットね、ラケット持ってて、スイングが全然速くならない方。もうこっからこう加速ができない。そういう方は、そのラケットが合ってない。もしくは、そのテニスの、なんだ、まだレッスンからやったらレッスンが、間違ってるというわけじゃないんですけど、上達をしないメニューになってるという可能性があります。ここがね、スイングがこうしっかりこう速く、せめてこの、ごめん、振った時に、ここでブンって、ガットないから音しないですけど、ブンっていう音が、出せるようにで、そのままこうスイングができるように自分に合ったラケットを選んでいかれると、いろいろね、さっきもお話ししました、ここの構造とかこのラケットフレームの形状とか、その人によって打ちやすい形がありますね。スイングがいつまでたっても遅い人はそのラケット合ってないかもしれないので気をつけください。で、最後に一ついきましょう。最後の一つは速くても加速しない方、まあ男性の方多いですよね。ブワーンって振るけども、実はここからここが大きく速く加速するのが大事になってくるんですね。で、全体が速くてもそのラケットがこう加速しない、加速しないってことはボールが潰れてくれないんで、ついてから伸びが少なくなっちゃうんです。見た目速くても簡単に返されるような、はい、スイングになってしまいますので、当たってから加速するようなスイングをいかにしてこう出せるラケットを選んでいくかっていうのが重要になります。はい、といった形ですね。まあ簡単な失敗しないラケット選びでした。分からなくなったらこの点を注意していただくと、失敗はしないと思います。だからベストじゃなくてもベターなラケットを選べると思いますので、あとはストリングのこのチョイスとね、また他の動画でも上げてます。よろしければ、見てください。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。さよなら。